ボタン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 押したの僕です。知ってるわ。で正しさとはつって愚かさとはつってそれが何か見せつけたんや。Stay with me ガラスの少年時代の破片が胸と突き刺さる報道の空き缶蹴飛ばしバスの窓の君に背を向ける。おお疲れ様でした。めっちゃもう票入ってるんですけど、これはお疲れ様でした、うん、大丈夫ですよね。お疲れ様でした。死なないですよねこれ。懐かしかった。いややっぱ本当やっぱすごいっす。さすがですね。やっぱすごいっすね。いやーないでさすがにうまいっすね。うまかった。うん、忘れませんその歌声は。こんなやばいな、こんな時間にこんな大きい声出せね。この後の人がかわいすぎなりハードルあるんですけど、一番ハードル高いですけどね、そこね。絶対押すと思ったっすね。怖いこれ。いい声でした。絶対ガラスの10代で思い出してんじゃん、本当だ。関連させて、ガラスガラスガラスみたいな、全くもってそれなんですよね。やっぱりはい、じゃあ、お疲れ様でした。ということで、はい、引き続き皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。頑張りましょう。バイバイ。バイバイ。危ない。なんだこれは。生存してる。すごい。あっぶんね、生き残っちゃった。右からしょぼすげきてる。僕はウェポン抜けてカフェのボタンを押す。なぜか二人死んでた。確かに砂ザメが死んでいた。不意に死んでいた。歌わせられなかった。マシャカリのピアニカ聞けなかった。あずましゃしゃ素晴らしい。二人死んでいるにもかかわらず歌い切ったムーディーで歌い切った。ムーディーですよね。なんか聞いたことあるなと思って。マシャカリさん5秒前ぐらいに見てます。ええストレージの配線タスクをやってました。そこから上に行きました。え、じゃあカフェテリアの方とかアドミンの方だよ。ショボスケさんやりますか。やりますやったなこれ。やってこれしボスケ歌ったな。でもショボスケウェポンからって言ってたよね。僕ウェポン抜けて確かに。だから僕は下とかで死体があったら気づけない。右から来てる。でもストレージに右下に夏目先生と、レプチンさんとジングジーいたんですよ。アドミンとか見てた人はいない。アドミンにいる人じゃないのじゃん。5秒は言い過ぎかもしれないけど10秒ぐらいは前には絶対見てます。じゃあこれ
アド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 ミ見て僕の指導を早く証明してなんだバレンジャー語呂悪い語呂悪いね砂亀さんみたいな最後キヌガワさんがコミ残ってたのだけ見て右通ったかなそうですね僕が最後コミュニケーションにいてキヌガワさんがコミュニケーションやってるのを見ましたうんうんキヌガワさんは違うと思う多分違うかな僕後ろ側にいるんで、うん、僕じゃないまあまあ入ってる詰めますか、うんやったやった大学合格じゃあ何が来る何が来るボタン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 押したの僕です知ってるわたこ焼きマントマンナッツ絶妙なチョイスなはずなんだけどたこ焼きマントマンナッツいいっすねそのさ歌ってた時とさその後のさ最終目的はあの馬車会さん砂亀さんの最終目的はないですかね砂亀さん見てないっすね見てないっすね俺カフェテリアストレージコミュニケーションって言ってましたけどその間にはいなかったっすね右見なかったですね、うん、左とかエレクトリカル僕最終ジグジーエレクトリカル最終ですけど見てないっすねチョボスケさんどこからカフェ行ったんですか？いや僕はシールドからナビコの字の通路通ってでそのままあの右から来たって歌いたかったんで右から来たっていう歌を歌いたがらまにウェポンでそういうことかそういうこと準備してたんだ。コメ直したのが3人そう米直しに行って誰だ米直した僕とジングジさんが先行ったのそうそうはいじゃあ行ってで、あと黒絹川さんですかねあ3人かその3人かはい3人あ僕、ね、やっぱしぼすけさん見てないや僕の前にいたのかなじゃあそうかもしれないです僕視点でもセンターさんはしか入ってないですね右からっていう僕はとか右から歌うってことしか多分なかったんでいや嘘の可能性あるけどな右から誰かストレージの右下のゴミ捨てのところで誰かすれ違いませんでしたっけ私と僕かなレプチンさん、うん、あれ誰チャガプーさんいました したって夏目先生と神宮寺とレプチンさんはいたの覚えてるんですけどあの結構最後の方ですねあじゃあレプチンさんですねストレージの旧屋から右へ抜けてるので、うん、レプチンさんが、うん、あじゃあレプチンさんだ僕は覚えてないけど夏目先生上行ったってことですよねそうすると、うん、あれおほんと歌いたいんだけどなおさねパティーンこれTee-d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 
死んでる死んでる死んでるわ、あたさこさんカフェに死んでいます。懐かしくないな。新しいんだよな。最新。あ、じゃあこれ神宮寺さんも死んでます。神宮寺さん死んでますね。暗くなってる。ボタン押したタイミングぐらいじゃないですかね、これって。あ、違う、あのね、俺今ね、俺カフェテリアで、畑迫さん死んだの見つけて、で、誰かに歌わせたいと思ったから、神宮寺さん見つけて誘導したんですよ。こっちだよ、こっちだよって言って、で、停電になっちゃって、途中で見えなくなっちゃって、畑迫、はいはい、さんの余計なことをとんでもねえことしてる。ぐちゃぐちゃになるやん、そんなことしたら。チャゲボーさん殺して畑迫さん報告したんじゃない？いやいやいや、殺してないですよ僕それ。あの夏目さんとね、チャゲボーさんは白だと思ってて、そこで殺すんだったら夏目の方をナビで殺すから。うん、ナビゲーションでね、一人にいる夏目さん見てますね。うん、で、その後プラス最初、うん、誰だっけ、夏目レプ、ん、夏目神宮寺、誰が白だったっけ、レプチンさんだよね最初。まあ、白なのかな、白ではないと思いますけど、絹川さんは僕は白だと思いましたけどね。その絹川さん、僕もそれは思います、うんうん、一番コミュニケーション側に近い人物ですから、うん、はい。夏目先生どんな行動したのかちょっと歌ってよ。それはまた今度にする。ショボスケを釣る今日は。なんで、死体隠しはショボスケさんが一番怪しい、うん、でも今2キロ起きてるんですよ、うん、うん、そう、停電中に今神宮さん殺されてます。停電になった瞬間ぐらいかな、停電になった、うん、3秒4秒ぐらいかな。びっくりびっくりビンビン、クルーから疑われちゃったらどうしよう、どうする、びっくりびっくりビンビン、とりあえず歌えばいいかな、いいよね、いいでしょ、いい、ね、だってロークリン盤面だし、この流れ俺釣られちゃうし、やな歌を歌いながら宇宙へバイバイね。これはどっちなんだ。もうなんか助け舟出す気にもならんかと。ついてるかな、めっちゃ追いかけた。待って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 
あ、届かねえ。ちょっと、なんで、なんで、しょぼすけ、しょぼすけ、なんで、しょぼすけ、おい、しょぼすけ、おい、ふざけんじゃねえぞ。え、なんでバレないの？出てきてそれを鬼怒川カメラ確認。おいしょぼすけ、いやマジでさしょぼすけ、ぼーっとせずに、なんかもう無理。おいしょぼすけ。いや霊界見てたらずっと面白かっただろうな。これなんで、なんで誰も報告せんかね。いやマジで今ずっと考えてました、何歌おうって。あ、そういうこと、だからリアクターならなかったの。違うの、夏目と鬼怒川さんでずっと下がりさんの下がり前10秒間くらい。もうパニックってましたね。あ、そういうことか。リアクターなんでレポなんねんだろうと思ってた。え、押してよね、キラいや、あれは、試合だ、あれはもう、おもろ、ちょっと、天国行けなかったっすよ、おい、しょぼすけ、めっちゃ面白かったわ、歌わせたくて、歌わせたくて、レプチンさんに僕連れて帰れそうだったんですね、あれ。いや、もうちょっと夏目先生か鬼怒川さんの歌聞きたすぎてちょっと鳴らしちゃいました。え、しかもあれな、なんであれストレージずっとさ、セキュリティから夏目先生ずっと追いかけてストレージまで行ったら味方に分断されたんだけど、ドアで。いや待って、俺夏目先生の歌まだ聞いてないから。霊界めっちゃ楽しかったっす。なんでだよっつって。まだ聞いてないからねって言って。味方してくれるんだよね、なんか。アドビンの上で全部閉じ込めた時一番面白かった。ダンダンダンって。全然ドア閉めもしてくんないな、そういうことか、発見させたかったのか。リアクター殺した後全然ドア閉めしてくんないのに、目の前の夏目さんから分断だけされて、何やってんだこいつと思って。リアクターなった瞬間、サボタージュなった瞬間、あ、もうこれ絶対誰かも報告してくれるわと思ったのに、報告上がらんとサボタージュだけ治るっていう謎の展開になって、なんでなんでなんでって思ったら、リアクターの死体の前でさ、マジでさ、2人ともさ、息づいてんのにさ、お前が歌えよみたいな空気感になって。みんなそっち集まっていくもん、なんかもうみんな幽霊みんなそこでなんかもう多分霊界ケタケタ笑ってんだろうなって思う。いやそこにベントで入って切りしたらもうさらに面白かったな、その見合ってる二人を。
ぶって連会いけなかったんで一人で歌ってました。あ、歌ってたんだ歌ってましたいや俺なんか何歌おうか考えつかなくて、神宮さんに歌ってもらおうと思って、神宮さんを畑坂さんなんかめっちゃこっちこっちってやるんですよレプチンさんが畑坂さんの死体の方まで持っていったらなぜか神宮さんも死んでた。あれいやあの停電だったんでエレクトリカル行ったらしょぼすけさんにやられました。とにかく早く殺されようと思って、歌う準備してカシマル出したのにとか思いながら殺されそうな場所しか行かなかったですね。この上ナビゲーションの橋来いよと思いながら。面白かったな。この母体意識の低さ。誰もボタン押さない。しまいにはレポートもしないって。そうレポートすらしない。え？ってなってたマジで。なんでなんないんだろうと思って。とりあえずじゃあもっと歌聞きたかったな。レプチンさん殺すとかと思って殺して。そうか。え、あれわざと何つ目のこと生かしてたの？センターも。え、いやもうずっと追いかけてたよ、死ぬ気で。追いかけましたね。え、なんか飛び出しまった時。いや、しょぼすけさんが。だからそれがしょぼ、だからしょぼすけさんが閉めて分断されたの。そう。守られた。夏目先生の歌聞かしてねって言ってしまいました。そう。あ、そうなのか。白すぎる。だって結構僕アッパーとかで閉めて殺すタイミング作ったのに、うん、センターさん殺さなかったから。だから残り3人ぐらい。あれも分断されたの。え？あ、アッパーも。あ、映ってた時分断されてたんだ。壁、あけメドベイの上の通路で夏目先生とセンターさん2人きりになりましたよね。あ、あれカメラついてたんで殺せなかったから。あ、でもあれですよ、あの時点で3人じゃなかったんですか？いや違いますよ。あの時4人だったんですか？4人。俺がいたん。あ、そうだったんだ。なんかもう3人だと思ったからなんで殺さないんだろう。でも殺すだとしたら歌聞きたいなと思ってなんでだよその後めっちゃ味方してくれてたよね、ストレージとか、ね、うん、たこ焼きマントマンは懐かしいな。たこ焼きマントマンは大胆には満足です、懐かしいな。アバレンジャーもよかったな。もう次何歌おう何歌おうってすっげー考えてて、全然誰とすれ違ったのか覚えてなかったです本当にもう相手の発言はうっせぇわ歌ってましたからねもうあのレポートしたけど、あっ、いや何も考えてないっつって、死んでる死んでるっつってうっせぇわってあれ歌うのめっちゃむずいですからね。うん、めちゃくちゃ高いっすし幅が広いっすからね。でもこの試合の記憶ないからな。うん、編集するときになんか俺こんなこと言ったんだって思うだろうなと編集するとき歌詞載せようかな。早く殺されることしか考えてなかったな。いやもう何の替え歌を歌おうしか考えてなかったな。正直。カルボタンを押そうとしたら殺されたもんな。いやそのなんか替え歌だったらすげえハードル高えなと思って。ショボさんが、ね。俺がハードル上げちゃったのか。そうそう。ショボスケさんの替え歌のこのなんだろう、この即席力とクオリティの高さが。異常なんですよ。なんかすいません。なんかでなんか歌のクオリティでハードルが上がってアドリブ力もさらに上がってっていう状態だったら誰もボタン押さないっていう。あ、そうか。ごめんなさい。そういうことか。な、いやあのね、あのウェポン周辺でそのダブルキルしたんですよ。で速攻ボタン押すから、え、じゃそんなことさ疑われるやろと思って歌いたかったのね。歌いたかった。とにかく右からをやりたかった。そういうことね。ウェポンから出てきて歌いたかったんですよ。あ、そういうことか。いやじゃあなんでキルしたんだよ。じゃあ先にバレそうだからキルしたのに。砂ザメさんがねなんか殺しちゃそうだったからオーラが出たんですよ。俺は歌いたくねえんだよっていうオーラが出てて。そう、あとなウェポン行ってオーついてまたウェポン行ったからね、確かに。あれ来ねえなと思いながら。これは殺してあげた方がいいんだろうなって思ってそれをなんか察しましたね僕は。なんでこんな歌いたい人と歌いたくない陣営の変な戦いになってんだ。